ド三流です。いろんな方がそうそうと動画を出していますが、私も流れに乗っていきたいと思います。今回の超究極は周回させる前提で作られたクエストなので、難易度的には普段より簡単になってますね。この時はもうクエスト不具合も修正されている状態です。そんなわけで攻略会をより自分の手持ちで周回するならこんな感じっていう参考動画として見ていただければ幸いです。というわけで先生とは不枠のみですが、最近重心化して評価急上昇中のキスキルリラ、遊撃特急とケガセリ特急 M、 重心化アラジン、超絶過激特急と照明特急、神回は大地、歴史過激特急 M、 重心化エクリプス、盗賊加盟特急と遊撃特急になっています。今回ギミックがダメージウォールパワーズなので、エクリプスが非常に強いですね。できればエクリプスを2体積みたいところですが、自分は4赤で1体しか持っていないので、そこをギミック対応プラスが2つ入場持ちの岩投資でカバーしています。エクリプスがパワー型なので、どうしてもエクリプス自身が動けないことがあるので、スピードアップが欲しくなるんですよね。というか平面図に岩投資が適正に入ってないってどういうことなの。普通に強いんだけどなー、岩投資。このクエストはハートが出ないため、回復手段がヒーリングロール全開のみになるので、 SS で回復できるキスキルリラが助かります。8ターン SS であの性能はマジで破格だと思いますよ。ステータスもかなり高いですし、攻撃型の定義とは一体、さすが4枚の女や。さてこのクエスト全体を通して基本的に雑魚処理を最優先でやればなんとかなるクエストです。今現在15通知ですが、雑魚処理を終えてブラストレイを集中攻撃していくところですが、15通までは本当にちょっと難しい究極みたいな感じですね。とりあえずクエストで自分が意識するところですが、最優先でドクロマークの雑魚を全部処理してヒーリングウォールを展開させることが重要ですかね。あとは犬が雑魚を右下の4ターンの攻撃までに処理をすることでしょうか。しっかり右下の数字が電撃で全体2万4000くらいだった気がします。 HP に余裕があるときは受けても大丈夫かもしれませんが、直線からは結構危なくなったりしますね。またヒーリングウォールの回復量が1500ぐらいしかないので、ジリヒンになる可能性もあるため、できるだけ HP は常に半分以上はキープしたいところですね。まあキスキルリラがいれば SS で回復できちゃうので、なんとかなっちゃうんですけどね。次からボス戦です。ボス戦からも雑魚処理を最優先でいきますので、配置をちょっと考えてます。とりあえず右下に2体いるので、うまい
こと配置したいなぁと考えてます。このエクリプスで右に寄せて1ミリまで下げようとしますが、大してうまくいかないんですよね。まあ今回は雑魚を残してボスを倒せたので、なんとなく配置をしてますが、実際普段はそこまでやる余裕はないと思いますね。私を打ち取って名を挙げるのは君かね。ねえ、原作じゃラスボスじゃないですが、さてボス戦ですね。貝の袋が2つありますが、修正が入り最大でも4万のダメージが入ります。まあそれはそこまで問題じゃないですが、一番厄介なのはブラッドレイの上の数字の攻撃ですね。一番近いキャラに剣を先吹き飛ばし、一定確率で3ターンの持続、これを3ターン周期でやってくるのが非常に厄介ですね。一応対策としては、攻撃が来る前のキャラをブラッドレイの近くに置くことで、そのキャラを狙わせるのが一番なんですが、毎回狙っては無理なので、そこがこのクエストの超究極たるゆえんですね。俺たちの強さ見せてやろうぜ。この攻撃で自分を何回かも刺されました。特に開幕3ターンで雑魚処理がうまくいかないと麻痺して動けなくなって、ヒーリングウォール全開が遅れてやられるパターンがありますね。こう雑魚処理が全部終わればまだ安心できるんですけどね。SS は雑魚処理に使っちゃった方が安定するかもしれないですね。ブラッドレイは直殴り3倍みたいなので、 SS なくても結構削れますし、どうした、これが貴様の本気か。足りん、全くもって足りんぞ。ボス戦には最初からドクロマーク族が2体いるので、さっさと倒さないと追加で呼ばれてヒーリングウォール全開遅れちゃうんですよね。自分に開幕だけいるビットンが邪魔だなぁ。違和感薄れず、微妙な動きになってしまったエクリプス。もうこうなると次のキスキルリラで SS 打って下の2体は倒したい。見つけてくれてありがとう。あなたと会えて本当によかった。何気に神レバンからの最高の雑魚処理。しかも、攻撃がキスキルリラに行く、最高の動きだった。まあどっちにしろ運良く麻痺もしなかったので良かったのですが、これでだいぶ戦いやすくなりました。ドクロマーク族だけなら大体2ターンで確実に処理はできるので、この状態に持っていくことがボス戦での重要なことだと思いますね。そしてエクリプスが麻痺しますが、動いた後だから順番来る頃には麻痺が治りますね。そしてここら辺で岩倒しが次のボスとの間にいる配置だと気づいて、ラスゲをワンパン狙いに行きます。アラジンの SS でボスと雑魚を同時に処理したい。魔人よ来い、俺たちの強さ見せてやろうぜ。ここどうした、これが貴様の本気か。足りん、全くもって足りんぞ。大丈夫、
勝負。君の祈りの発動条件がマジでよくわからん。岩と星の強さ、ちょっとご覧あれ。やったぜ。岩と星もかなり強いと思いますので個人的におすすめです。はい、こんな感じで自分は周回していこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いできたら嬉しいです。それでは、のし。